今シーズンユースからトップチームに昇格します濱口颯太です。自分の持ち味であるシュートやドリブルを生かしてチームの力になれたらいいと思います。まずは試合に出れるよう日々努力しますので応援よろしくお願いします。関西大学から来ました鈴木健翔です。まずプロのサッカー選手セスタートをここで迎えられたことは大変嬉しく思います。自分はポジションはボランチをやっているんですが、自分の特徴として球際の部分だったりパス、ボールを展開する能力だったりというのを見てほしいです。開幕戦から試合に出れるよう、頑張りますので応援よろしくお願いします。パクチャミです。チームに入って本当に嬉しいと思いますし、チームのためにサポーターのためにあと自分のために頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はじめまして皆さん、こんにちは。今年23歳韓国人コーヒーパンです。お願いします。はじめまして、モンティジョ山形から来ました、原堀健二です。まず去年、契約満了を受け、正直自分でもサッカーが続けられるかどうかっていう中で、この鎌田真理さん、さんに、呼んでいただき、本当に感謝します。こう呼んでもらえたことに本当に人生をかけて、サンキューのためにプレーしたいと思ってます。あとこの中で一応一番上ということなのでそのことにもびっくりしてるんですけど、チームの中では中堅ということで、うまくこう若手と、ベテランの方とうまくこう間を取っていけたらいいかなと思ってますので、今シーズンよろしくお願いします。はじめまして、今シーズンマジタテレビアから移籍していくことになりました重松健太郎です。今シーズンは強い覚悟を持ってチームのために全力でやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はじめまして、FC 東京から加入してきた佐々木渡です。まずこのチームに、このチームでプレーできることをとても嬉しく思います。1年間を通して試合できるように怪我はなくやっていきたいと思うので応援よろしくお願いします。はじめまして、ベガル仙台から来ました佐々木拓実です。プロ3年目、もう高校卒業してプロ3年目になるので、僕自身も、今年は勝負の年だと思っています。将来僕は、海外であったり日本代表としてプレーしたいと思っているので、もうこのプロ3年目でしっかり結果を出さなければいけないと思っています。でもそれでも個人のことだけではなくて、こういう鎌田回る讃岐のためにという気持ちでチームの勝利のために全力で貢献したいと思っているので応援よろしくお願いします。さん、こんにちは。京都産業 FC から来ました浅田翔吾です。自分の特徴は球際の部分であったり左足のキックの部分が得意です。なので今その特徴を生かして鎌田回れの中心となって全力でプレーしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。